はい、どうも、チューズ！こんにちは、ザスです。今日もディビジョン1をしっかりと目指していこうぜという流れになっております。監督のね、なんかフォーメーションの更新がありましたとさ。で、本日紹介したのがこの5122のフォーメーションです。5122ってめっちゃ珍しくない？てかめちゃめちゃロマン詰まってね。っていうのもさ、4222ってさ、2OMF 型のさ、フォーメーションバック流行ってたじゃん。環境トップにさ、君臨してる 2OMF 型のフォーメーションがあるんだけどさ、2OMF2 枚いるじゃん、ここに2枚いるでしょ。で、もう1枚ここに2枚いるでしょ。で、環境トップに近いフォーメーション、かつ、ここに5バックっていうさ、とんでもない堅守、そして攻撃力を兼ね揃えたフォーメーションが爆弾しちゃったってわけよ。ってことはこれもしかしたら、今の環境トップのフォーメーションに返り咲くんじゃねえかと、もう思って、で早速この、リーグ戦に使っていこうと思います。それでは今回のアザスイレブンの作戦を発表する。まずはもうディフェンスは手堅くね、この5バックに固めてます。右は守備的サイドバックのパバール、左型、守備型サイドバックの、ルガエルナンデスを採用して、確実に、いや、待てよ。若干の代表招集に、訂正があります。右サイドバックパバールやめてT.A. アーノルドにします。攻撃的サイドバックなんだけど、まあ、ファイブバックもいるから、もう基本、この T.A. アーノルドが上がって、で、この4枚で守備ラインブロック残りましょうよっていう作戦に変更します。で、基本は右サイド重視で T.A. アーノルドの、オーバーラップありますっていうところが、まずオプションで1個。アンカーには D.M.F. ロドリさんを招集しました。もう、ロドリさんはね、もう確実にもう DMF のあの環境トップに、君臨してる選手ですので、もうここには欠かさず、起用します。そして、2OMF を担うのはもうゴールデンパークのリオネル・メッシ&ネイマールさんを招集しました。左利きのメッシでコントロールカーブでいけるように、右利きのネイマールでコントロールカーブでいけるように、逆サイド配置にして、いつでもどこでもコントロールカーブ、まあ、いつでもどこでもはちょっと語弊がありますけれども、コントロールカーブの精度を極限まで高めた位置に設定します。そして 2OMF を担うはフランスの2大巨頭、キリアン・ムバペ&カリム・ベンゼマ大佐を招集しました。ラインブレイカーを持ってるんで、彼は基本的に縦突破、ガン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 プレイしていったり、全ツッパー前線に張ってもらいます。で、ベンゼマ大佐はリンクフォワード持ってるね。これ大体ね、大体ね、下に下がってきます。なので、結構ね、バランスよく、組み立てられるんじゃないかなと思ってて。例えば、ネイマールがここでボール持った時に、大佐が降りてきます。大佐が降りてきて、フォロー来た時に、ここら辺でボールなんかに、ババーってやった時に、ネイマールがなんかラインブレイカー発動して、ね、ネキリボーンみたいなね。もう確実にこのフォーメーションはね、中央突破メインで攻撃が展開されるまなざしが厚く向けられております。早速やっていこう。コンディションチェックします。 OK です。ちょっとフレンキー・ディヨングがメンタルブレイク寸前ですが、まあ大丈夫でしょう。相手のフォーメーション見ます。あー、パックで揃えてますね。 OK ですね。まあ基本的にここは中央突破を仕掛けてくる模様が多そうですね。まあなんせここにグーティーさんとね、エンクンク、ネイマールいるんで、まあボールキープ率結構高い選手が揃ってます。なのでボールをキープしつつ、まあ中央でこねたり展開してここら辺で回すんかなって思ってます。で、なおかつメッシとムバッペさんをこうね、東の逆サイド配置にしてるんで、もう確実に、コントロールカーブを狙ってくる、兆しが見受けられます。OK、それじゃあやっていこう。レッツゴー！いきまーす。左の、今の僕、ボール持ってるのが僕のチームです。あと、あ、なるほど。ちょっと、あ、結構ライン高いな。このフォーメーションね。あんまりボール回せられないんかな。メッシ持って、これ中はいけんのか。中では結構回せやすいね。オッケー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 。ちょっとオッケーオッケー。で、メッシ走る。オッケー、ゴー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 。行こうか。上げた先にメイン！行こうか、ネイマル行こうか。早そうだ、ネイマルだるそうだな。オッケー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 。いけるいける。オッケー、ナイスナイス。もう一回クリアしよう。冒険はしません。ここでは繋ぎません。こう刻んで、刻みます。あ、これ結構回しやすいね。いけるいけるよ。で、ここでアーノルドもうちょっと上がってくれればね、攻撃やりやすいんだけどね。で、メッシいける。ティアーノルド戻す。いくよ。インパクトクロスの先にムーバッ！回せるよ、回せるよ。パスコースあるよ。
ワンツーでムバッペ走り込んで、ゴー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 、一直かムバッペ、ゴース、ムバッペ決めるでーす、ナイス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 ゴース、はい、脇き汗パッドナイス、5か、え、こう、お、ナイスナイスナイス、交代なしで大佐が走り込んで、オッケーゴーゲー、一回仕掛けるか、ムバッペ、ムバッペ、レナ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 だ、オッケー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 。ムバッペ無理だったらもう俺らでも無理だから、全人類無理だから。で、守備の心配はね、現状ないっすね。ないっすね。メッシないっす。ネイマール、ゴー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 、そう、これだよ、ラインブレイカーで中に大佐がいて合わせる、ナイス、サンキューでーす。よし、相手に白旗を上げさせました。マジでナイスナイス、オッケー、サンキューです。はい、てな感じでね、もう相手のもうメンタルをもうブレイクしてしまうという、え、とんでもないこの 5-1-2-2 のフォーメーションが爆誕しています。皆さんもこれ確実にゲッチュしてください。カシムパサみたいな、このチームでなんかヨーロッパのなんかなんかすごい、ちょっとなんかあんまりなんかそういう的なところのリーグの、カシムパスタさん、使いますので、皆さんぜひとも、ご賞味ください。これからもどんどんディビジョンを目指して、フォーメーションをね、改良しつつ、アザスイレブンの最強のものを目指していきたいので、何卒、熱い話をこのアザスイレブンに向けていただけると幸いです。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。はい、サンキューでーす。最後まで動画を見てくださり、ありがとうございます。こちらが、ウィナーズの最新の動画となっており、そしてこちらが、私の一押しする、チャンネルの動画でございます。両チャンネルとも何卒チャンネル登録、ご視聴のほどよろしくお願い申し上げます。じゃあのー